どうもワンちゃんです。今日はですね、こちら、僕がチャンネル登録1万人記念に作成したこのアレグリアのグローブを購入してから半年経ちましたので、まあ、忖度なく、ユーザーとして、レビューしていきたいと思います。最近ワンチャンネルはこういう感じで使ってんねんなって思ってくれると嬉しいです。チャンネル登録よろしくね。こちら IFM25 型っていう形になります。で、カラーがグレーと、で、タン。これタン。補給面がタン。そして、紐がディーブラウンになります。あとは、あんで、平裏もディーブラウン。って感じで。まあ、だいたい3色使ってますね。で、ここに刺繍、アレグリアの刺繍入れてもらって、ここに、メイドイン大阪っていう刻印が入ってます。グレーの色感、めちゃくちゃ好きです。こうね、ちょっと画面で伝わるかわかんないですけど、ちょっとこうグレーなんですけど、ブルーっぽいというか、ブルー系のグレーって感じがして、まあこう配色の色合いとかで変わると思うんですけど、めちゃくちゃ好み。これちょっとなんか他メーカーであんまりなんか感じれられないカラー感。で、折り返しハーフになってます。で、ここはオリジナルウェブで、H ウェブなんですが、紐2本通してもらって、そして、この縦棒を太くしてもらいました。なので、まあ、しっかり感もある。そして、この先端には、エッジついてます。エッジ。まあ、形はこんな感じ。で、一応、小指2本対応モデルっていう形になってまして、まあ、小指2本でもいけるよっていう型番にもなっております。はい。まあ、これね、詳しい動画見たい方は、以前の動画あるので、そちらぜひ見てください。僕が半年使用させてもらいまして、こっから本当に個人の意見。じゃ、まず補給感。補給感は、まあ、この、僕結構しっかりしてるグローブが好きで、まあ、これも公式用なんですけど、このタンの色にしました、補給面は。で、グレーとかも、まあ、ちょっとやりたい気持ちはあるんですけど、やっぱキャメルとかグレーとかちょっとこう、使っていくにつれて、柔らかくなっていく感じがあるので、まあ、僕はこのタンを選択したんですが、こんな感じですね。はい、こんな感じで、まあ半年使いましたが、めちゃくちゃ張りは残ってるんですけど、これね、言葉がほんまに難しくて、まあインスタにもさっき書いたんですけど、張ってる感じはあるんですよね。まだ半年でも全然まだまだいけますよみたいな。なんですけど、このね、これはほんまに個人の感覚です。こう取った時の補給感がすごくね、こう、ちょっとこう、粘り気あるというか、柔らかいとか、そういう感じじゃなくて、こう、ちょっとこう、粘ってパンって戻ってきてくれるみたいな感じが、僕の感覚です。あくまでも。が、すごくあります。これね、他メーカーのグラブでは、あんまり感じたことなかったんですけど、なんか、貼ってるグラブって、こう、パン、パンって弾く感じ。腰があるというか、粘り気があるというか、こう、ちょっと、ふんって戻ってきてくれるみたいな。これね、まあちょっと表現合ってるかわかんないですけど、僕の語彙力を最大限に皆さんに伝えるってなると、そのイメージ。この補給感、僕めちゃくちゃ好きです。うん。で、これがタンやからなのか、ちょっとわかんないです。個体差。その、今、ここの補給面使ってもらったタンの質感なのか、それともカラーなのか、アレグリア全体がそういうっていうのはちょっとわかんないんですけど、タンで補給した感じは、そのイメージです。ちょっと腰がある感じ。うん。ここシングル閉じを採用したんですけども、まあ、個人的には、この紐ない方が俺はかっこいいなと思ったんで、これはちょっと正解かな。うん、シングル閉じにしたのは。土手紐あり、土手紐抜き、その間がシングル閉じ、みたいな、個人的な感覚です。なんか、まあ、ちょっと中間って感じですね。なんか、これね、ちょっと気に入った。シングル閉じ。これから、まあ、もし、次もオーダーするってなった時に、このシングル閉じちょっと採用したいなと思います。はい。こんな感じ。補給感はこんな感じ。あとですね、結構インスタライブとかで聞かれる、まあ、この人差し指の刺繍することで弱くならないですかみたいなコメント結構来たりとかあるんですけど、僕は全然気にならないです。あと、まあ、ここに入れることで、汚れない。僕結構飛び込むんで、この辺に入れちゃうと、刺繍汚れちゃうんですけど、まあ人差し指に汚れることってあんまないんで、意味も込めて僕は人差し指に入れてます。あと、ウェブ。この、まあ特殊ウェブというか、まあオリジナルで作ってもらったんですけど、まあ、このウェブがものすごく僕は好きで、
まあ、バスケットとか、まあ、ワンピース、まあ、僕もワンピース使いましたけど、ワンピースほど硬くないというか、まあ、ここはやっぱ屈曲性があるので、まあ、ここも空いてますし、と柔らかさ、まあ、H ウェブよりは硬いって感じですかね。なんでこのウェブ結構好きです。強い打球の時も負けない感じがするんで、やっぱここ紐一本あると切れる心配というか、なんかちょっとこう頼りないイメージが僕の中ではあるんですけど、まあ2本にすることで、あとここの幅が狭いんで伸びていくことも今のところ全然伸びてないですし、まあ強度上がってるかなっていうのはあります。はい、こんな感じですかね。なんでまあ僕の個人の感覚ですが、まあ H ウェブよりはしっかりしてるけど、ワンピースよりはまあちょっと硬さはないかなっていう。からボールが見えないのがワンピースめっちゃ苦手で、ただこの縦棒を太くしてもウェブで取るとボールが見えるんで、なんかこの安心感はあるんですよね、こっちから見るときに。次なんですけど、まあ僕自身の変化について話していきたいと思います。でこの購入した時は小指2本で、使用させてもらうためにこの型番を選んだんですけど、まあいろいろ、まあ動画にもありますけど、まあ小指2本対応モデルとか、小指2本使ってたグローブを5本指で戻したりとかして今使ってて、まあアレグリアも、まあ今実際、現状5本指で今は使用してます。でこれは小指2本がこのグローブに合わなかったっていうよりかは本当に自分の個人の感覚なんで、ちょっとレビューとはそれるかもしれないんですが、まあ今セカンド守ってて、やっぱり握り替え早くしたい、早くした方がメリットあるなっていうのをまあ最近思ってまして、最近試合するグラウンドとかで変わってると思うんですけど、結構整備されているグラウンドで今試合することが多いので、まあしっかり取るっていうのももちろん大事なんですけど、まあゲッツーの握り替えとか、セカンドはファーストまで距離近いんで、こう、まあ、握らず補給で当ててっていうか、まあ、すぐ握り返して素早く投げるっていう方が、まあ、今はメリットかなと思うので、まあ、今5本指で使ってます。おいおい小指2本って前は言ってたやんけとか、言ってること全然ちゃうなってなると思うんですけど、まあ、もちろんそうなんですけど、これがマジでリアルなんですよね。使っていく中で、小指2本が嫌っていうわけじゃなくて、どっちのメリットを取るか、ゲッツー早く、間一発アウトにしたいっていうのがあって、まあ今5本指。なんで、小指2本が嫌いになったとか、そういうことじゃなくて、今自分のプレイ、自分がプレイしているグラウンドでは5本指の方が今は合ってるって感じなんで、このグローブに関してだというと、まあ小指2本だと結構こうひねりが強くて、で、まあどっちかって言ったら、まあこの奥ら辺で、取るこの親指の付け根とか、まあ、奥ら辺で取るイメージあったんですけど、まあ、これ5本指にすることで、まあ、このアレグリアマークでしっかり収まる、まあ、小指2本でも収まってたんですけど、よりでこの取った感というか中央で収まる感覚はすごくあります。で今こんな感じで、まあ、これもちょっとひねり系やと思うんですけど、まあ、今セカンド守っているということで、まあ、この中央で、補給できるように今はなってます。はい、チャンネル登録よろしくね。今回はこのアレグリア半年使ってみたレビューお届けしました。気になる方はね、ぜひグラブボックスさん、まあ、直接行くのもありやし、まあ、インスタで、グローブ拝見するのもありやと思います。たくさんね型番もありますので、まあ、気になる人はぜひ概要欄にインスタグラム貼ってますので、そちらチェックしてみてください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お気に入り最近ワンチャンネル